ヘブル人への手紙、十二章。こういうわけで私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とを金繰り捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。 彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥もいとわないで十字架を忍び神の御座の右に立するに至ったのである。あなた方は弱り果てて息そそ相しないために罪人らのこのような犯行を耐え忍んだ方のことを思い見るべきである。あなた方は罪と取り組んで戦うときまだ血を流すほどの抵抗をしたことがない。また 子供たちに対するように、あなた方に語られたこのすすめの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓戒を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子を無打たれるのである。あなた方は訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられるのである。 一体、父に訓練されない子がいるだろうか。誰でも受ける訓練があなた方に与えられないとすれば、それこそあなた方は死生児であって本当の子ではない。その上、肉親の父は私たちを訓練するのになお彼を敬うとすれば、なおさら私たちは魂の父に服従して真に生きるべきではないか。肉親の父はしばらくの間、 自分の考えに従って訓練を与えるが、魂の父は私たちの益のために、その清さに預からせるためにそうされるのである。すべての訓練は当時は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし、後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。それだから、あなた方の苗立てと、 弱くなっている膝ととまっすぐにしなさい。また、歩けない者が踏み外すことなく、むしろ癒されるように、あなた方の足のためにまっすぐな道を作りなさい。すべての人と調和し、また、自ら、清くなるように努めなさい。清くならなければ、誰も死を見ることはできない。気をつけて、神の恵みから漏れることがないように、また、 苦い根が生えてあなた方を悩まし、それによって多くの人が怪我されることのないようにしなさい。また、一杯の食のために、調子の権利を売ったエサムのように、不貧乏な俗悪なものにならないようにしなさい。あなた方の知っているように、彼はその後、祝福を受け継ごうと願ったけれども、捨てられてしまい、涙を流してそれを求めたが、悔い改めの機会を得なかったのである。 あなた方が近づいているのは手で触れることができ、火が燃え黒雲や暗闇や嵐に包まれ、またラッパの響きや聞いた者たちがそれ以上耳にしたくないと願ったような言葉が響いてきた山ではない。そこでは彼らは獣であっても山に触れたら石で撃ち殺されてしまえという命令の言葉に耐えることができなかったのである。 その光景が恐ろしかったので、モーセさえも、私は恐ろしさのあまり、おののいている、と言ったほどである。しかしあなた方が近づいているのは、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の天使の宴会、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者なる神、全うされた偽人の霊。 新しい契約の注意保者イエス、並びにアベルの血よりも力強く語る、注がれた血である。あなた方は語っておられる方を拒むことがないように注意しなさい。もし地上で身胸を告げた者を拒んだ人々が罰を逃れることができなかったなら、天から告げ示す方を退ける私たちは、なおさらそうなるのではないか。あの時には、 見越えが地を震わせた。しかし今は約束して言われた。私はもう一度地ばかりではなく天をも震わそう。このもう一度という言葉は震われないものが残るために震われるものが作られたものとして取り除かれることを示している。このように私たちは震われない国を受けているのだから感謝をしようではないか。そして感謝しつつ 恐れかしこみ、神に喜ばれるように仕えていこう。私たちの神は実に焼き尽くす日である。